極悪妖怪の住む世界妖魔街からコエンマに脅迫状が届いた。要求を拒否すれば数千匹の魔界中が人に乗り移り人間界を破壊するというのだ。指令を受けたユウスケは桑原と共に妖魔街に乗り込み、強力な助っ人クラマ・ヒエと合流したが、早くも苦難に陥った。美しきバラの舞、華麗なるクラマ。その門は支えている者の力を読み取り、ギリギリ耐えうる重さで重圧をかけます。一人でも力を抜けばペシャンといきますよ。ペシャンとね。一人が裏切って逃げようとすれば残りの者は全て潰されますし、お互いを信頼し合いながら力尽きて全員死ぬのも良いでしょう。裏切り者だけがこの城に入る資格があるのです。選択はあなた方の自由です。くそったらがふざけやがって。おい、分かってんな。裏切ったらただじゃおかねえぞ。しかしこうやっていても力尽きて全滅するだけ。なんだと。やめろ、争ってる場合じゃねえだろ。あのレバーを戻さねえと。キレ、壁にあるあのレバーを引き上げてくれ。この中で一番素早いのはキレ、おめえだ。バカ野郎、恨めし血迷ったのか。お前が行け。そいつは行けしかねえ。そこの潰れた顔のやつの言う通りだぞ。潰れたって誰がだ。こら、俺なんかを信用していいのか。俺はお前を倒そうとした男だ。そのままずらかるかもしれないぜ。俺を倒すなら直接やるさ。お前は俺が全霊気を放出すれば短い間だったらお前の分も支えられる。行ってくれ、ヒエ。任せたぜ、おりゃ。にゃも迷う必要はありませんよ。あなたは私に案内されるままに彼らを置いて城の中に入ればよいのです。あなたほどの犯罪者なら寄生獣の方々喜んで仲間に入れてくださるはず。どうです、一緒に人間界を乗っ取りましょうよ。てめえこらちびえ、裏虫が信頼して任せたのにそれ裏切る気か。こらなんだその笑いは。ほとほと甘い奴らだぜ、貴様。そう、それでよいのです。あなたほどの方があんなくだらない奴らと一緒に死ぬことはありませんよ。ひえさあさあ、ご案内いたしましょう。ああ、こちらです。ん？俺を舐めるな！止まった！ヒエ！奴らに言っておけ、命乞いをするなら今のうちだとな。大丈夫か、ウラメシ。血管がぶっちぎれるかと思ったぜ。助かったぜ、ヒエ。サンキュー。ヒヤヒヤさせやがったよ、役者だな、おい。けど、性格が悪いのは変わってねえみてえだな。別に貴様らを助けたわけじゃない。勘違いするな。やろう。頭数がいた方が奴らを倒しやすいのは俺も同じだからな。彼流の礼のつもりなんだ。気にしないで。
ああ、ち、なんであの野郎は。裏切りの門を突破した。いかがなさいます、スザク様。少しは楽しめるということだ。誰か遊んできてやれ。ヒエイメ、俺たちに命乞いをしろだ。ふざけんて、俺が行って引き裂いてくれるわ。待ってくれ。ここは城の最下層を仕切るこの玄武に任せてもらう。すぐに4つの死体をここに持ってきて、霊界への見せしめに吊るしてみせてやる。ギャー！脅かすな！なんだそれ。妖魔街に来るとき、ボタンが渡してくれたんだ。ユウスケ、こちら人間界のボタン、どうぞ。ああ、はい、ボタン、じゃーん。男クワバラ、弱気を助け、強気をくじく、恨めしをしっかり守ってやっておりやす。それを聞いて安心したわ。こっちも今んとこ混乱は起きてないよ。魔界中ってやつは陰湿な心の人間にしか寄生しないからね。きっとそういう人間が少なくて寄生できずにいるんだよ。そうだといいがな。気をつけろよ。うん、それとまた一匹妖魔街の雑魚妖怪捕まえたわ。おい、後ろ。大丈夫、こいつら弱いから。それより魔界中の方がずっと厄介だよ。今日一日中探し回って見つけたのはまだ15匹だよ。数千匹の中の15匹か。焼け石に水だな。それに寄生しちまったら人間を相手にしなくちゃいけないだろ。こうはいかないよ。わかった、一刻も早く虫部を奪って壊すぜ。無理しないでね。以上、連絡終わります。ん、あ、一匹目け。は、霊界殺虫剤の威力見たか。クエンマ様、クエンマ様。確かにあったはずじゃが。クエンマ様。あ、今連絡が入りまして、ユウスケたちは裏切りの門を越えたようです。おお、そうかそうか。クエンマ様、一体何をやってるんです。寄生獣とはどんな奴らだったかなと資料を探しとるんじゃ。それじゃあ敵の正体も知らないでボタンさんやユウスケたちに命令を出したんですか。そうじゃ。無責任、そりゃひどい、あんまりです。しょうがないだろ、んなこと言ったって奴らしか頼む者はいないんだから。それとも何か、代わりにお前が行くか。え、いやいや、めそうもない。じゃあ一緒に探してくれ。お前はあっちだ。はい。本当にどんな奴らだったっけかな。クラマー、ところで寄生獣ってどんな奴らなんだ。相手の力とか技とか慌ててて何も聞いてこなかったんだ。そんなのは俺たちも知らないさ。え、霊界が彼らを魔界に封じ込めていることからも相当危険な連中だってことはわかるけど。それだけか。かなり人間離れしてるはずだからびっくりするかもね。お褒めの言葉ありがとうよ。なんだ、なんだ。お前たちはここで終わりだ。ここか。これを倒していくが、死体となってしまう。
めてかかってきていいぜ。その方が俺も手間が省ける。冗談じゃねえぜ。どうやってこんな化け物と戦うんだよ。俺がやろう。クラマ、敵の正体がわからない以上全員で行くのは危険だ。それに冷えばかりにいい格好させるわけにはいかないしな。一人ずつ死にたいか。それもいいだろう。おい、無茶だぜクラマ。それよりなんとか隙を見て上に進んだ方が。貴様はクラマの強さを知らんからな。なぜ俺が奴と組んだか教えてやる。敵に回したくないからだ。自分に危害を加えようとする者に対する圧倒的な冷徹さは俺以上だぜ。どう見ても強そうには見えねえけどな。さあ、どこからでもどうぞ。変じゃねえか。何？クラマ！俺は岩と一体になって移動することができるのだ。岩を通せば尻尾だけの移動など朝飯前よ。なんて化け物だ。つまりこの部屋全体が俺自身なのだ。貴様に逃げる術はない。クラマ大丈夫か。やべえんじゃねえか。心配はいらない。かすり傷だ。不意をつかれて多少驚いたが。強がりもいつまで言っていられるかな。これからが本番だぜ。体全部が床の中に。一体どうなってるんだ。完全に隠れやがった。これじゃどっから来るかわからねえぞ。今度はどこ行きやがった。逃げてばかりでは勝てんぞ。確かに貴様の言う通りだ。しようってのか。もちろんただのバラじゃない。おーすごい。部屋中バラの香りが。キザの野郎で英語なんか喋りやがって。わばら、おめえは自分よりかっこいいやつはみんな綺麗なんだな。バラせ美しい。クラマにこんな技があったとは。どんな匂いなんでしょうか。うん。バカめ、どこから攻撃するかわからない相手に口など振り回す余裕があると思うか。そう思うならばどこからでもどうぞ。面白い。一撃でズタズタにしてくれるわ。
鉄を切り裂く研ぎ澄まされた刃だ。波紋裂断士。なぜ俺の位置が。匂いさ、バラの香りで現れたこの部屋でお前の容器はひどく匂う。やったぜ、一撃でやられたのは玄武の方だ。なんであの野郎、まるで弱ちいじゃねえか。バカね、クラマだからこそ簡単に倒したように見えるんだ。お前だったら最初の一撃で死んでいる。てめえ、いちいち感じ触る野郎だな。いいか、俺様はな、玄界師範の後継者大会で堂々第3位の実力の持ち主だ。バカめ。何よ。ほらおめえら、いい加減にしねえとまとめるぞ。とにかく先を急ごうぜ。どうやらまだのようだ。いくら切っても俺は倒せんぞ。あの野郎、切っても元に戻りやがった。不死身か。元に戻るどころか、こっちから分裂することもできるぞ。このようにな、暗い爆裂岩礁だ。カゴン裂断士。やったぜ、今度は粉々だ。無駄だというのが分からんのか。あれでもダメなのか。遊びは終わりだ。死ねえ、爆裂岩礁だ。になった体を元に戻す司令塔の役目をする岩ですね。巧みに俺の目から隠していたが、パワーを出すときに光るのは見逃さなかった。隠そうとするものを見つけるのは得意なんだ。本業は盗賊だからね。クラマにこれほどの深手を負わせるとは。ユウスケ、すまんな。なーに、あとは俺たち任しとけって。おう、次は俺がやったる。クラマの活躍により玄武は倒した。しかしまだこれは死生獣のうちの一匹でしかない。ユウスケたちの前にはいかなる妖怪が待ち受けているのか。面白い。次は俺が相手。